毛利氏へ母諸公山寺は、山口県下関市調布にある、総当州の寺、調布毛利家の母大寺。3号は金山。中国33観音霊場第19番札書。三陽花の寺24か、寺第9番。仏殿は、全福院釈迦堂と共に、鎌倉時代の全州様建築を代表するもので、国宝に指定されている。火略2年、巨安。 原刷碑を解散として、臨在州の長福寺として創建された。会期は、北条寺中と推定されている。なお、仏殿の建流は、上紀総建年より早い元王2年である。昭教2年に、五代醐天皇の直願寺となり、県武三連には、足利高氏から寺領が寄進されるなど、長屋の尊崇を得て栄えた。室町時代には、大内氏の庇護を得、 文明8年には、大内正宏によって復興された。工事3年、須尾大内し最後の当主、大内義長が境内で自害した後、寺は一時衰退する。慶長7年、長府藩主、毛利秀元が、金岡要件を招兵し、総当州の藁山寺として再興した。慶安3年、秀元の没後、高山寺に改名された。幕末の文久3年、 7教地で刑を逃れた7名の苦行のうち5名が滞在。高杉晋作は当時で挙兵した。ありがとうございます。